どうも、ライズです。今回は、フェイトグランドオーダーを 60fps で、動かす紹介動画です。まず、ブルースタックスという、アプリをパソコンに取り込んで、ダウンロードして、メニュー画面から環境設定、で、パフォーマンスの、この高フレームを有効にするっていう項目をオンにして、そしてフレームレートを60から120にします。で、変更保存ってやると、はい、60fps で、フェイトグランドオーダーが動きます。はい、そんだけ。で、60fps で動かす際に、この CPU の割り当て、メモリの割り当て、パフォーマンスモード、これ全部、一番上まで上げてもらえれば、ちょっと待って、変更破棄。プラス、ディスプレイの解像度。これを1080から1920。画素密度。これを320。まですると、めちゃくちゃ高画質で、フェイトグランドオーダーをプレイできる。といった具合です。てな感じです。はい。以上。愛そうか殺そうか。では本日の戦闘を始めましょう。ムンヌヤ。はい、ほうよろしいので。あなたもそうね。状況への適応。我が名に紐付けられし力、我が声に応えて門を開け。来たれ我が城、影の城、ゲートオブスカイ。これだ、計算違いか。多彩なれば。よろしいので。光の時、これまで疑似神格並列接続、暗黒太陽臨界、狂乱怒涛、悪霊作。あなたもでは大盤振る舞いにて。ひらめきましたぞ。どうでしょう。あなたもでは大盤振る舞いにて。負けるわけにはいかぬのだ。なんだ、出直していらっしゃい。火力が古きルーン。望むままに。あほう。秋光殿、お目覚めよ。来たれ暗黒の帳、太陽はここに生まれ変わる。狂乱の塔、悪霊サフ。これで生命おっと、こうだ。いいですね。よろしほう。光の時、これまで
疑似神格並列接続暗黒太陽臨界狂乱怒涛悪霊サフこれで拙僧は高ぶっておりまする負けるわけにはいかぬのだ同意体権限開始します動機開始照準完了ラグナロクリーブスラッシュル望むままに貪りましょうぞあどうなっても知りませんよろしいのでどうでしょう明光殿お目覚めよ来たれ暗黒の帳太陽はここに生まれ変わる狂乱の塔悪霊サフやっと我が名に紐付けられし力我が声に応えて門を開け来たれ我が城影の城ゲートオブスカイはっどっどっどっ拙僧多彩なれば望むままに、よほう。明光殿、お目覚めよ。来たれ、暗黒の帳。太陽はここに生まれ変わる。狂乱の塔、悪霊サフこれで、拙僧は、高ぶっておりまする。戦闘補助。ルーン起動し無作演算を開始こうだやっあはんよろしいのであはんそうねあなたもでは大盤振る舞いにて状況への適応をあはうんいいですねよろしいのでそれ明光殿お目覚めよ来たれ暗黒の帳太陽はここに生まれ変わる狂乱の塔悪霊サフ力足らずか無様だなあなたも生命生命霊気が持たないごめんなさい新しい式神でもこさえましょうね